オルドカンは AWM。 はい、どうも、スコレです。今回は、今夜、9時にですね、いいイベントがあるんで、まとめていこうかなというふうに思います。それではやっていく。はい、というわけで話していくわけなんですけれど、散々告知されてますね、ライブイベントの方ですね。あのライブイベント、一応皆さんね、参加できるんだったら、しといた方が、いいと思いますね。なんでかっていうと、ゲーム内のね、ライブイベントの、告知をですね、皆さん、見たらわかると思うんですけれど、こんな感じにですね、ゲーム中で使えるアイテムのプレゼントがあるかもっていうふうに言われているんですよね。これがある以上は、暇だったら参加した方がいいですよね。前回のその、正直、評判良くなかったじゃないですか。ですので、今回は、力入れることを予想されますから、もしかしたらなんか、いい要素があるかなっていう。去年の進撃のイベントみたいな感じでガチャが50個もらえるとか、そういうのだったら最高じゃないですか。マジ去年の進撃イベント神やったからですね。そんな感じで、ね、めっちゃうまい内容になる可能性があるんで、絶対これ参加した方がいいっていうね。そんな感じになってます。で、プラス、今、ツイッターの方で、引用リツイートのイベントをしてるんですよね。これはこちらのツイートの方を、こんな感じでね、文言つけることによって、文言つけて引用リツイートすることによって、ワンチャンアンマギフの方がもらえるってなっていて、この抽選さ、無限に行えるんだよね。こんな感じで文言を書いていけば、無限にですね、抽選行うことできるんで、やばいっていうね。二つの、今、やばいイベントの方来てますから、今日土曜で、ちょっと時間あるなって方は、何回かね、試していきつつ、今日夜の9時のイベントの方ね、参加した方がいいかなっていうふうに思います。報酬がしょぼかったら、しょぼいぞ、長男と言えばいいのかなっていう感じですね。そこら辺のなんか、イベントの様子っていうのも、また多分自分ですね、動画の方上げると思いますので、その時もまたよろしくお願いします。はい、ということで今回も皆さんの疑問や質問にお答えしていこうかなというふうに思います。まずこちらですね、カード情報入力って、日本語か英語かどっちがいいんでしょうかと、自分普通に日本語でしましたね。なんか別に英語でする理由ないだろうと思って、はい。で、次ですね、全然無料じゃなくて草と、そうなんですよね、今回ね。まさかの公式 RMT だったっていうね、マジって思いましたもん。公式の RMT するんだっていうね。いや、それダメなんじゃないのっていう、思いましたが。一応ね、サーバーがね、日本にないんですよね。なんで、グレーな状態になっているっていう。ね、香港にありますね。会社もサーバーも香港です。で、そのネットエースがやっているんで、バフマーケットって。はい。これさ、面白いもんで、めっちゃ調べないとさ、ネットエースがやってるってわかんないんですよね。はい。バフマーケットのサイト内にないですしね、ネットエースのその会社の名前っていうのが、ね、どこの会社がやってますって表記がどこにもなくて、ね。その時点で結構怖いっすよね。企業がやっているサイトで、企業の表記なかったら、結構これ、これやばいやつやっていう風になるのが、いつものやつなんですけれど、ないっていうね。で、一応その Facebook のね、問い合わせのメールアドレスのですね、ドメインがネットイースなんで、これネットイースのあれなんだなっていう、それでわかるんですけれど、はい。一応それで逃れているっていう。いやー、ついになんか、ね、株になったっすよね。コア行動のアイテムっていうのが。ただちょっとあれワンチャンス感じるんで、もしかしたら僕なんかするかもしれませんね。で、次ですね、まだ取れていないけれど、今回のスキン、VTuber に配慮したか、アニメ超オフでなくて違和感エグいと。てかアニメ超オフにできるのって、エヴァ以外のやつに基本的にあんまないんですよね。顔アニメだけれど、アニメ調オフないスキンっていうのがほとんどですよ。なんだろ、機能としてさ、アニメ調オフ機能必要な、みたいなね。エヴァのやつ以外で使いませんけれど、これ、みたいな、思うんすわ。これ意味ないじゃんっていうね。別にいいんですけどね。アニメ顔でも、全然機能として問題ないんだったら。むしろもう全部の顔さ、アニメ調でいいっすよ。コアコードの元々顔のデザインって、そんなね、めっちゃいいわけではないんで、別に悪くはないですけれど、アニメの方がね、無難にいいというふうに思われがちやと思いますから、それでいいんじゃねっていうふうに僕は思いますけれど、ね。で、次ですね。アカウント売買は禁止されているのに、武器の売買は大丈夫なんかと。今回ね、サーバーね、香港にあるんで、そこ経由してますからね。グレーになっちゃってますよね。いいんじゃないですか？だから、ね、よくわかんないですけど、そこはいいみたいなね。あとアカウント売買ね、トラブル発生するんで、そこでね、どうしてもそのゲーム側からしたら、禁止しないといけないっていうのも、あると思いますね。で、次ですね。チュンカとかは使えないのかなと。いや、チュンカ使えることはね、今後も多分ないと思いますよ。手数料めんどくさいしね、iTunes。ね、そこら辺があるんで、プラットフォーム側からしたら、遠ざけたい存在でしょうね。一応でもアリペイの方が使えるようになるみたいななってるんで、チャージはね、それが実装されたら前よりは楽になると思いますよ。CSGO の販売、中国の方で、香港とかね、やってます。で、その英語版のサイトとかもあって、英語圏向けにね、バフマーケットの方が使えるようにってのはもともとされているわけなんですけれども、ネットイースが。そこの方ではすでにそのアリペイは使えるみたいなんで、ですのでその、今後アリペイでチャージできる機能っていうのも来たら、前よりは売りやすくなるんじゃないですかね。はい。プリペイドのね、クレジットカードが使えないっていうのが、めちゃくちゃめんどくさいっすよね。はい。で、次ですね。ついに現金で銃購入まで来たが、前からオワコンだけれど、もう手に負えないと。株になってるもん、完全に。コアコートの銃が、KOF とか、あと、前期待機とか、ね、完全にその株になっているっていうね、そんな感じになってますよね。ずっと前期待機とか、KOF の符号、特に KOF の符号の方をね、アカウント売買している人たちに、付加価値をつけてもらって、それを利用して販売していこうっていうね。一
応手数料あるんで、まあ、ネットS側もね、結構儲けれるっていう、全体の売り上げの確か 12% とかが手数料になっていたと思うんで、結構ね、こういうコード運営からしたらね、あそこで販売してくれるだけで意外と儲かるんですよね。しかもあそこにさ、こういうコード運営が自分でさ、アイテムかさ増しして出品してもわかんないしな。正直。多分やると思うもん、俺。やろうと思えばできますしね。はい。ですので、まあ、なんか、ね、どうなるだろうなと思いますね。今のところなんか、見た感じで言うと、まあ、しばらくですね、相場の方は落ち着いて、ちょっと時間経つと、相場が一回ね、もう一回ちょっと割れると思いますね。あの流れやったら。供給が結構多くて、自分も KOF の久保の方を持っているけれど、別にそんな欲しいわけじゃないとか、売れるんだら売っちゃおうっていう風に、まあ、思う人が増えて、一回安くなります。一回安くなって、相場が割れると思います。まあ、我慢できずに、ね、売れるんだったらもう、安くね、売り切ってしまおうって人が、例えば今1万2000円とか1万3000円とかであるんですけれど、なんか1万円とか8000円とか出して、売っちゃおうみたいな人が増えて、相場が割れていくと思います。一回割れて安くなってから、まあ、ある程度その段階で、そこでその、まあ、買う人っていうのがちょいちょい出てきて、8000円切ってからですね。で、そっから、もう一回その、数が減った時に、まあ、じわじわと上がっていくっていうですね。長いスパンで上がっていくっていう、まあ、そういう流れになってくるかなと。まあ、復刻がなかったらですね、多分ないと思うけれど、そんな感じの流れになるかなっていう、まあ、KOF の久保と、まあ、前期だけの方ですね。特に今、KOF の久保はその傾向になってくるのかなというふうに、まあ、思いますね。はい。前期待機の方はね、ちょっとね、動き方違うと思いますね。そんななんか、売れるんだら売ってしまおうっていうふうな人が増えるほど、もともとその数が多いわけではないんで、まあ、ちょこっとまあ、下がって、ね、また、そっちの方も数が少なくなっていくと、じわじわと上がっていくっていう。まあ、なんで、KOF の久保とか特にそうなんですけれど、一回その、底値で買えばいいですね。どっかの値が、多分底値になると思うんですよね。底値の段階で買ってから、取っといて、なんか2年ぐらい放置して、出品したら、ワンチャン結構儲かりそうだなってな思うんで、余裕がある人はそれやってもいいかもしれませんね。まあでも、復刻が来ないこと前提なんで、ちょっとまあ安定しないかなってのは若干思いますけれど。で、次ですね、クレジットの登録の仕方教えてほしいですとね、クレジットカードね、登録そんな難しくないと思うんですけど、むしろその本人確認の方が、割となんかめんどくさい。うん、まあ免許証とか、自分マイナンバーカードしてましたけどね、まあそっちの方がめんどくさいっすよね。はい。クレカはですね。一応そのプリペイドのカードが使えないんで、V プリカとか、あとはそのバンドルカードとかが使えないんで、まあ、そこだけめんどいかなっていう、はい、具合ですね。で、ほんとね、でもそのプリペイドのクレカが使えないのが本当にめんどくさいね。マジで。あんなサイトにわざわざね、ちゃんとしたクレジットカードさ、正直登録したくないしな。まあ、PayPay 使えたら最高だったっすけどね。まあ、Alipay 使えるんだったら PayPay も使わせろよっていう風に、まあ思うんですが、はい。今後どういうチャージ方法が追加されるか楽しみですね。でも PayPay ってさ、どうなんですかね。あんま仕組み知らないんですけれど、使ってさ、使われた側のそのお店側っていうのは、現金分ちゃんとお金入ってくるんですかね。PayPay。100PayPay だったらちゃんと100円もらえるんですかね。そこがなんか、不明瞭っすよね。PayPay ってずっと俺思うんですが。あんまなんかやけん、そんなさ、導入する店舗とか、導入するそのサイトとかって、意外とペイペイって少ないっすよね。意味ねえじゃんっていうな、うん。たまにペイペイとか自分もらうんですけれど、正直これさ、使える場所ねえんだよなっていう。特に大分市。で、次ですね。エヴァク号覚醒したいんだけれど、さすがに来ないかなと。いや、俺、ワンチャンエヴァク号今後販売できるの、あり得ると思っているんですよね。はい。エヴァク号ってさ、うん、まあ人気ですし、今後そのエヴァンゲリオンコラボするっていうのさ、あんま想定できなくないっすか。もうだって展開ないもんな。しかもまあ10の追加をしますっていう風に、今後ね、予定してますって書いてますでしょ。10ってことはさ、もう大体その、追加しよっかなって思っている候補って決まっているってことでしょ。まあ、自由な中で、まあ、候補になりそうなのってさ、まあ、やっぱエヴァク号でしょ普通ね、考えれば。と思うんで、あり得るかなっていう感じるんですけどね。